はわかるか。全力攻撃だ。ヨーブラザー、しらせゴールドチャンネルでは、原神好きなあなたのために最高のコンテンツをお届けしていきます。動画をお楽しみいただけましたら、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。公開はさせません。ということで今日は、フータオのメイン運用前にお話ししたいこと。他の炎キャラについての知識をね、ちょっと入れておいてっていうところになります。で、一応ね、こちらの炎元素アタッカーの枠に関しては、むちゃくちゃ群雄割拠の時代になりましたね。もちろん、フータオね、火力むちゃくちゃ高くて、強いです。ただ他のキャラクターね、ディルックだったり、ね、火力ぶりのベネットだったり、あとはクレイですね。もうむちゃくちゃ優秀なキャラが揃ってます。もちろん組み合わせるキャラによって大化けする可能性の高いキャラクター。もちろんフーターも同じですよね。ということで、そこら辺の違いと、まあ、そこら辺ね、もし持ってるキャラクターがいて、まあ、それでも愛情があってフーターを取りたいとか、そういうことであればっていうようなね、判断材料にしてもらえばなっていう感じになります。まずはね、メインの攻撃手段の、まあ、比較であったり、まあ、武器の種類と、まあ、それによっても生物の使い回しが可能かどうか、ね。で、実戦で管理することが多いかどうか、まあ、そこら辺の制約があるキャラクターなんですよっていうところのね、理解していただくって感じですね。では最後の方までご視聴よろしくお願いします。じゃあまず簡単な比較ですね。炎元素アタッカーで使えるようなので、まずはこちらの左のフータ。通常テンポ8で設定してます。で、星4キャラに関しては突しやすいので、プラス3がメイン運用してますと。で、まあ通常テンポ自体がね、もうこれ以上上げられないので、まあ9にするか、本気出して10にするかなんで、まあ通常テンポやってる人は8。スキルの人は、まあ、ディルクは星5なんで、まあ8。で、こんな形になってますね。まあ、もちろん、フーターは1突すればね、こちらの銃撃ループでガンガンできるんで、むちゃくちゃ、火力は高くはなります。ただ、こう比べてみると、正直そこまで大差ないのかなと。で、クレイがもう、かなり、ダントツでちょっと強いのかなっていう印象なのと、あとはまあ、ベネットですね。これ自分で自分の攻撃力もまあ1000以上アップできるので、例えばフータオが HP2 万とかだと1000ポイントちょっととか攻撃力をね、上げることができるとして、まあ、それであんまりどっこいぐらいの、火力のアップさ、で、基礎の攻撃力値の、まあ、差とかいろいろあるんですけども、まあ、炎元素アタッカーとして見ると、そこまで、差はないのかなっていうような印象は受けますね。まあ、ゆかきさんの蒸発のかけやすさに関しては、まあ、フータオの場合はちょっと動きが速くて、まあ、ずれてしまったりとか、まあ、遠くに行っちゃったりとかするんで、まあ CS 勢の人は結構難しいのかなっていう印象ですね。で、他のキャラクターは動きは遅いし、画面のズレもないので、まあ行く秋の、まあ剣撃が当たって、まあ普通に蒸発をかけやすいっていう印象でした。はい、じゃあ次、武器の種類とキャラの特性で生物の使い回しができるかっていう。まあ、使い回しができるかというか、このキャラのために厳選をするかどうかっていうような話で、まあ、お話しさせてもらいます。まあ、武器種とキャラ固有を比べますね。で、ディルクの場合って固有捨てが会心率なので、別に会心率の入ってない武器を使っても大丈夫っていうのが、この炎元素ダメージ系のキャラクターの中で、あります。で、クレイはモチーフが、まあ、死風限定なんで、会心率カバーできますよね。で、ベネットは万眼で火力出して、会心率が OK。なので、基本的に生物は全部同じでも構わないような状態。ただ、フーダはモチーフが会心ダメージなんですよね。なので、生物の構成上ね、フータオの場合は、一箇所 HP 上げると強くなるっていう、一応そういう、まあ、制約。ゴマをつけてればあるので、まあ、鬼厳選で会心率を上げるか、上げて、会心ダメージの冠をつけることが可能なのか、熟知をつけることが可能なのか、
ね、それぐらいになるんで非常にね、あの厳選が大変というところ、あとは砂のところを HP にするっていう選択肢が出てくるので、まあ、攻撃力でもなくそういうことになる。なのでまあそこのために例えば、まあ、魔女の HP ぶりの会心ダメージ盛りのみたいなのを、今まで掘ってなかったものを掘る必要がある。で、会心率を維持してどこに熟知を盛るって話、本当はね砂か冠とかに振りたいところではあるんですが、まあ、それをどうするのかっていうことですね。まあ、例えば、和白炎、火白炎だったり、死闘とかにすると、まあ、そこら辺が解決できるんですけども、まあ、モチーフを使うという、と、まあ、キャラの特性を比べると、結構このキャラのためにいろいろやんなきゃいけないことは多いですよっていうお話。で、他のキャラは、砂熟知、冠熟知か会心ダメのどちらでもいいっていう、その緩い、方法になるんで、厳選は楽だというところですね。で、生物に関しての話は、はい、で、生物の話なんですが、これはあくまで参考の話なんで、で、生物の厳選作業っていうのがあります。これって皆さん経験したことあると思いますね。岩回ったりね、吸気族回ったりとかいろいろあると思います。あと、新しいね、水生物、氷生物とかね。まあ、それをやるときって、まあ、今まで、まあ、既存のクレイ、ディルク、ベネット、シャンリンとかで、まあ、皆さん集められたとしたら、まあ、それをね使い回すことができるような選択肢も一応考えておいても面白いかもしれない。なぜなら回心率を考慮した上で HP の入っていたものだったりをする厳選が別に必要になってきてしまうって話ですね。他のキャラクターはね回心率の方は解決できるようなことになりますんで。でコストにすると未知数、納得いく生物を手に入れるために1ヶ月かかる人はまあザラにいます。で1日800石樹脂割りに使うとして、まあ、2万4000かかるとして、まあ、ガチャにしたら150連分に相当します。これも普通に限定キャラ手に入れる可能性があるというと、ね、でゴマの封筒を生物も考慮したら、まあ、これぐらいは覚悟しておきましょうということになりますので、一応そこだけ知識として。なので火白炎などにして死闘のやりとかにするのであれば、封筒をね、まあ、ラフな感じで楽しむことは可能で、前回の動画でどれぐらいそれで火力出るのかっていうのは一応出させてもらいましたので、ぜひ見てくれるとって感じです。はい、あくまでまあ知識としてですからね、お話ししたいのが、まあ、他キャラだったら例えばベネットを使うことが可能ですよね。まあ、可能というか封筒でもできるんですけども、封筒はテンプ7で、まあ、1箇所 HP ぶりね、した場合、だいたいね、1300から400ぐらい攻撃力が上がります。まあ、ゴマを追加すれば、その上がり幅っていうのはまた変わるんですけども、一応本体の話。で、ダメチャレで HP 回復前に原爆などするとか、そういうのは全く別の話ですね。それでベネットを使うとかじゃなくて。じゃあなぜ 50% 以下にしたいのかっていうお話になると、もちろんね、ゴマの威力も変わるっていうのもあるけども、炎元素ダメアップ 33% がね、やっぱり必要なんで、常時戦い続ける通常の銃撃でやるんだったら、やっぱり外して、まあ、バフダウンとかでやるので、まあ、ベネットが外すっていうことを条件として話してます。なので、ベネットを外すイコール、攻撃力1000から1200アップを捨てるっていう話なんで、プラマイ効果で言ったら、他の炎元素キャラクターと、まあ、封筒をね、テンプスキルで1300とか1400上がるからすげえって なるけども、一応ここのプラマイで考えたらこういう相乗効果あるということですね。そう、相対的な効果が。で、もちろんベネットと組むことによって炎元素キャラなんで元素回収も良ければ、パーティー の2編成、炎元素攻撃力アップもつく。まあ、ここら辺がね、ありますんで、一応参考にまで。で、次なんですが、はい、ベネットでダメチャレで使う人、生物そのまま使ってる人が多いんですよね。これが非常に重要で、治療効果の高い設定にしたら HP 高くしてます。吸気族4セット、治療効果冠、HP ぶり。これで7000以上の回復力になるんですけども、まあ、一瞬で回復してしまうっていうのがあるんで、ダメチャレするにしてもね、HP 下げまくらなきゃいけないとかあります。なので回復力を抑えた設定、これね3000ぐらいまで抑えれるんで、 HP をなくして治療効果の冠を外して吸気族4にして武器だけ強いものにすればいいだけなんで、簡単にできるので、これだけねやってみてください。
で、HP 管理と武器選択やパーティー編成の制限とかが一応あるんですけども、まあ、他キャラと比べて、まあ、動きが速くて楽しいとか、キャラが好きとか、まあ、そうキャラアイドルですよね。で、回復キャラを選ぶときに、ノエルやジンなど回復量が微調整できるようなやつと選ぶとか、そもそも行く空き分の、ね、壊れた時の回復量と、元素爆発分の回復で、まあ、いらないんじゃないかなとか、シールド系で賄うと。で、HP 管理するのが面倒な人とかは向いてないかもしれません。で、プレイヤースキルが必要なことはまあ確かにある。ただ面白い。ね。あとは、プレステ4とかね、コンシューマー系でやってる人だと、画面がまあ追いつかなかったりね、します。もう、ダメージの確認ができなくて、ちょっとね、配信者さんとかは結構困ってる人いるんじゃないでしょうかね。まあ、ここら辺の条件などがあるんですけども、まあ、そこら辺踏まえた上で、まあ、先ほどの、このキャラとの兼ね合いの知識、自分の手持ちのキャラクターとか見て、まあ、引くかどうか、運用するかどうかを決めていただければなと思います。最後までご視聴ありがとうございます。動画をお楽しみいただきましたら高評価、そしてチャンネル登録をお願いいたします。またこのような動画をいくつかアップしてますので見てくれたら嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。グッバイブラザー。